久保ケネイとイガニン、CL で対戦が決まって、インスタでイチャついてしまう。WWW!CL で PSG との対戦が決まった久保、イガニンに向けてインスタストーリーを投稿。すると、イガニンも久保に向けてストーリーを返す。久保とイガニンのイチャイチャをインスタで見れるの嬉しい。小さい頃からの友人であり、いいライバルだもんな。久保とイガニンの対決、見れるの最高。パリにとってアジアカップでイガニン抜けるのはまだいいけど、ソシエダから久保抜けると致命的。アジアカップで戦ってからの CL で再戦したら激アツ。この二人はカンテラからずっと仲良しっていうのが良い。パリに認められたイガニンとソシエダを CL 決勝トーナメントまで導いた久保。アジアカップ決勝まで進んだから1レグは出れないから久保抜きで戦ってくれ。アジアカップでの久保より CL での久保が見たい。鎌田はどうせベンチだから良いけど、久保はアジアカップ呼ばないでくれ。ソシエダはサディクが出なければ勝率 20% くらい上がりそう。WWW。マジョルカ時代もチームメイトだったし、良い関係性なのわかる。どっちも活躍してほしいけど、やっぱ久保のソシエダに勝ってほしいよね。久保とイガニンって年齢や経歴から同列に語る人が日本でも海外でもいるけど、何倍も竹の方がエグいでしょ。 W、プレイの幅とか、デンベレとアセンシオくらい違うと思ってる。久保 VS イガニン。鎌田 VS ミンジェ。エンバペが電撃移籍したらソシエダ勝てるぞ。